久保さん、今回、猪狩谷長介さんにしましょうか。猪狩谷長介さん。高木ブーを自分で辞めさせようと思ったことは一度もない。<laughs> これいいっすね。高木ブーを自分で辞めさせようと思ったことは一度もないと。多分、あの、高木ブーさんって、なんかその、お笑いの,そのトークがね、すごいできるのかっていうと、多分できないんですよ。 うん、ペ,ラペ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 ラ喋ってね、人を笑わせるようなとも,ものは持ってないし。でも、怒りは長介さんは分かってたんじゃないかな。使い方次第っていうね。こいつのキャラクターをどう使ったらどう面白くなるかっていうね。僕、は高木ブーさんね、あれすごいと思うんですよ。あの、雷のやつ、僕すげえ覚えてるんですけど、小学校か中学校の時だったかな。その、ドリフター見てた時に、あの、雷さんのやつで、 高木ブーさん、ほとんど喋ってないんだけど、面白いですよね <laughs>。あれすごいな。あれを、コント、あれを成立させたのすごいなと思うんですよね。高木ブーさん、ほとんど喋ってないんだけど、面白いっていうね。うんう。あと、イカリア長介さんのね、僕あの、踊る大捜査線に出てたね、あの、役も好きでしたね。 猪狩長介さん踊る大捜査線の刑事役のやつなんですけどあれもいいすげえいい役でしたね、うん、でも猪狩長介さんもね、まあんまた分聞かないでしょうね話してる人あんまいないですよね、うん、そうなんか結局まああれですよね忘れ去られていくっていうでしょうねいってらっしゃい